あたごさんは、長野県中野市大技片地大技だけの古市871から1にある神社である。本尊は、延命地蔵菩薩。道内には、白馬に乗った、将軍地蔵も安置されている。古来より片地とその周辺の人々の象徴的、存在であった。今でもあたごさんの縁日があった毎月23から24日は、拝殿でお参りできるようになっている。 大徳寺住職は毎日、午前6時前に、度胸の務めをしている。1459年、あたご堂拝殿は間口3軒半、奥行き6軒で、そこに奉納されている古い額は、長さ2尺7寸で、表面に、あたご山、裏面には、長禄三期防災7月24日、元手か菅が根と記されている。あたご堂の本尊は、延命地蔵菩薩である。 大きさは五尺三寸と言われ、ほぼ等身である。この本尊は古来より秘仏とされており、誰も本尊を見た者がいない。内殿の頭上には大きな天狗の面とカラス天狗の鳥型の面がかかっている。内殿の右側には瓶、ズルさんと呼ばれて親しまれたラカンが高台の上に鎮座していて、宝珠の玉と呼ばれる木製のおにぎり状の玉で悪いところを刺すると治る。 ご利益があると言われている。天井には天井絵が描かれ、その周囲には今となっては読み取りが不明瞭になってしまった廃学が奉納されている。また、日露戦争への出生兵士の写真が大きな額の中に収まっている。奥の院奥の院は、あたご堂より裏側へ参道で進み、41段の石段が途中踊り場を設けて続いている。 そこに五坪ほどのお堂が建っている。本尊は将軍地蔵菩薩で等身大である。脇本武も二体ある。七年に一度のお柱には、この本尊が御会長となり、多くの人々がお参りに登ったようである。あたご山の境内には、お柱が建てられ、奥の院のご本尊からそのお柱まで紐でつなぐという善光寺と同様の習わしがあったようだ。 純太古観音堂純太古観音は、かつて当地において火事が頻発して困り果てていたところ、村内の小川に裏返しで橋のようにかかっていることが発見され、そのたたりと考えた人々によって当初に祀られたところ、その後ピタッと火事が止んだと伝えられる霊源荒高な仏様。正面には薬師如来像が安置されている。左右には十二子を片切ったら観様が安置されている。 あたごさんの年中行事として、春のあたごさん4月23、24日、桃のあたごさん7月23、24日、柿のあたごさん10月23、14日の縁日は、賑わっていた。今でもこの日は、本堂でお参りができるようになっている。あたごさん奉仕会のメンバーは、年4回の清掃活動を実施している。ありがとうございます。